皆さんおはようございます。斉藤でございます。24時間中 14.4 分、素敵な 1% を共有しよう。新しい気づき発見チャレンジの場にしていこうというアイデアカフェ朝活ワンでございます。お話は斉藤誠作業療法士でございます。リハビリテーション専門職の教育や、サポート、オンライン活用などを伝えております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでね、今日はまあステップ5のですね、状況の中でですね、ステップ5で気をつけなきゃいけないこととして、満足の罠っていうのがあるんですね。で、ステップ5っていうのはね、昨日も紹介した通り、何でもかんでもね、思い通りになってるタイミングであったり、成功しちゃうタイミング、それこそね、やったらやっただけ、やったらやっただけもう成功しちゃうような状況です。で、まあ、そんな状況でもあるんで、いわゆるね、言葉としては、順風満帆ですよね。順風満帆。まあ、こういった言葉がね、一番こう合うんじゃないかなという、状況でございます。ね、上昇。あれ違う。上昇の状態。ね、他なんでしょう。連戦でしょ。もうイケイケどんどんですよね、こうなったらね。いわゆる腐敗。肺の状態で、まあこういう状況になってくるとですね、まあ、なぜかね、シェアを独占してしまう状況にもなっていたりとかっていうのはね、まあビジネスとかになるとね、ありますよね。でもこれってね、やっぱり問題があるわけなんですよね。まあそれってね、どんな問題の状況かっていうと、まあ一言で言えばやりすぎなんですよね。やりすぎ、やりすぎちゃってるんです。で、他の言葉で言えば、まあ、図に乗ってるというかね。図に乗る。図に乗るって頭でいいのか？図に乗る。どっちだ？言葉が分かんなくなっちゃった。頭こっちでいいのかな？待ってたら、後ほど調べておきます。はい。ね、まあ、図に乗っちゃってると。まあ、言ってしまうとですね、こう、なんというのかな。まあ、やっぱりね、まあ、満足してしまうことそれ自体っていうところではあるんですけど、言ってしまえば、ですね、満足にはね、キリがないんですね。そして、満足していることにね、気がつかなくなる。他にはね、自分が満足していることでですね、傷つけてしまう場合があるんですよね。身近な人であるとかですね、あとは誰でしょうね。初めて会った人とかでもですね、なんというのかな。こう、自覚のないままにですね、傷つけてしまうっていうことがあるんですね。っていうことがね、まあ非常に問題になるわけですね。この満足っていうものはですね、いわゆるこう強い光でもあるんですね。強い光っていうのはですね、やっぱりこう、その分濃い影を落としてしまうんですよね。なんとなくイメージつきます？濃くて深い影ですかね。結構ね、光り輝いている状況、ね、ものすごくこうね、目立って、輝いていてっていうもの、そういう人がいるとですね、まあその分、その周囲にはですね、やっぱり強い影を落としてしまうんですよね。大きな光ほどこうね、その影に隠れて、いわゆる日陰者って言葉があるようにですね、影に隠れてしまう存在も
どうしても現れてきてしまいますので、まあ、そういったところでね、後々、まあ、悪い影響っていうものも出てくる。まあ、それがね、まあ、一つ満足の罠なんですね。じゃあ、そのね、まあ、対策として何ができるかって言ったら、これはね、意外とシンプルです。これです、これ。腹八分目。何でもね、腹八分目がちょうどいいっていうやつですね。まあ、以前ね、そうですね、まあ、陽介さん、福田陽介さんね、あの、生化学とかで講義をね、まあ、これまでもしてくれているわけですけど、やっぱりこうね、まあ、時々言ってたのがね、まあ、今、日本の食事って毎日がお祭り騒ぎ、まあ、この表現ではなかったと思うんですけど、まあ、毎日がお祭りだっていうね、言い方をしたことがあるんですね。で、毎日毎日こうね、いつもに、もともとね、まあ、日本人というかですね、こう、そんなにね、たくさん食べないでね、生きてきたのが、まあ、この、ここね、何年でしょう、100年くらいですかね。で、一気に、まあ、経済の状況も良くなって、まあ、植えるっていうことがね、まあ、ほぼほぼない。で、そんな世の中になったわけですよ。ね、まあ、飽食の時代ってやつですよね。まあ、そんな時にですね、やっぱりこう、皆さんね、何でもかんでもこう、食べ過ぎているんじゃないかっていうお話があったんですけど、まあ、それと同じくですね、この満足っていうのはですね、別な表現をすると、腹8分目どころかね、腹12分目くらいまで、120% くらいまで、なってもですね、満足っていうものにはね、さっきも言ったようにキリがないんですね。逆にこうね、満足してしまってると何か不安になっていってですね、その満足っていうものを維持しようとして、まあ、余計なね、動きとかをしてしまうことがあるわけですよね。まあ、なので、すべてこのね、腹八分目っていうところにですね、まあ、落ち着いてきます。じゃあね、そのために一体どんな行動をしていったらいいのかっていうことですよね。まあ、一つ、これもね、もう最近、シンプルな一つの行動というところでね、まとめたいなと思って、なるべくね、シンプルなところにしようとしているんですが、これはですね、すべて受け取らないってことですね。これがね、まあ一番の鍵です。すべてを受け取らない。で、まあすべて受け取らないってどういうことっていうとですね、まあ、いろんな言葉ありますね。むさぼらないとか。文章、取り尽くさない。違う違う。はい、取り尽くさない。ね。その他には、まあ、別な表現ですけど、分け与える姿勢ですよね。あとは譲るとかですか。無にしとこう。ね。はい。あとは、あえてね、まあ、損をする。あえて損をする。あるいは、あえて負ける。ね、そんなことも、ま、必要になってくる時期が出てくるわけですね。やはりね、すべて受け取らないっていうことで、まあ、何をしようとしてるのかって言えば、これなんですね。後継者を育てる。ここに落ち着いてくると思います。ね、今挙げたように、ね、まあ、全て受け取らない。ね、あえてこう満足しないための工夫っていうのをですね、自分自身でしていくっていうのもですね、必要なんですね。ね、この満足してしまって、そして、満足にキリがない状態。ね、順風満帆すぎて、自分がね、いろんなものを貪ってね、まあ、下品な状態になっていることに気がつかない。あるいは、順風満帆すぎてですね、シェアを独占してしまって、周りをですね、全部取り尽くしてしまう。これもうね、まあ、マーケティングのセミナーとかでもですね、いろいろお伝えしたことあったと思うんですけど、ですね、まあ、シェアを独占するのはいいんですけど、まあ、
そのためにですね、まあ、マーケットを疲弊させてしまうっていうこともあるんですよね。で、まあ、刈り取ってしまうっていうようなね、発想をする人たちいるわけですね。まあ、そういうことはね、やっぱり良くないわけですね。で、分け与える。これはね、あえて負けるとか、あえて、こうね、なんだろう、まあ、損をするっていうところにね、まあ、通じてくる部分もあるんですけど、まあ、最終的には損にはならないんですけどね。なんだろう、今日は、うちのキャッツがやたらうるさいな。どうした？何か訴えてるな。すみませんね、お邪魔しちゃってて。はい、まあね、分け与える。これはもうね、先ほど後継者の育成っても言ったように、ね、自分が全部こうね、まあ、個人あるいは組織が全部ね、一手にこう、すべてを手にしてしまう状況っていうのはやっぱりね、まあ、美しくないというかね、まあ、この第5ステップっていうのは、そもそもが得たものというものを周りの人たちに還元していくのが、ほら、マイクに触るな。はい。得たものをですね、得たものを第5ステップっていうところで、まあ一応成功であり、先ほども言ってているように順風満帆な状況なんですけど、その分得たものが大きくなるので、それを、まあ、自分の周りにいる人たちに十分こうね、まあ、分配していく、ね、分けていく。で、これをまあ前回は恵みを与えるっていうようなね、まあ、表現をしたこともありましたけど、まあ、そういうことをね、していかなきゃいけないタイミングでもあるんですね。この第5ステップっていうのは、ね、周りに分け与える、譲るタイミングなんです。まあ、でもあってですね、まあ、これができてないっていうふうに感じたときほど、あえて、すべて受け取らない。ね、ちゃんとこうね、まあ、得たものを周りに還元していくっていうところをですね、まあ、していかなきゃいけないわけですね。で、その最たるものが後継者の育成ということです。ね、自分の後に続く人、ね、必ずいつまでもですね、まあ、個人であるとかですね、まあ、リーダーとして、まあ、立っている存在がですね、居続けるなんていうことはね、まあ、ありえませんので、まあ、そこの、まあ、しかもね、こう組織とかであれば、必ずね、いい状況が続くとは限らないわけですね。で、そのいい状況じゃないときに、あるいは、ね、まあ、ワンマンなリーダーがね、ずっとこう行動してきたせいで、後継者が育ってなければですね、そのワンマンが倒れたときに、組織がね、瓦解してしまうということもまあまあまああるわけですね。まあ、そういったことを防ぐにもですね、まあ、後継者の育成っていうのはやっぱり鍵になっていくわけです。さあ、ね、というところでも、まあ、行動としてですね、まあ、全てを受け取らないこの後継者の育成っていうところを踏まえつつですね、行っていけば、まあ、この満足の罠というところにはですね、まあ、陥らないで済むんじゃないかなということです。で、まあ、一言でね、まあ、メッセージとして、まとめていってしまえば、まあ、そっか、メッセージはあれか。作り直さないといけんな。はい。はい。メッセージとしてはですね、大成功の時ほど不足を作る工夫をしなきゃいけないっていうことですね。はい、大成功してる時ほど、あえて不足です。これをまあ作る。もうそれはね、単に作るというよりは、工夫していきながらね、またその不足そのものをね、ちゃんと作り出していく工夫がね、鍵になっていきます。メッセージとしては大成功している時ほど、ね、まあ、不足を作る工夫をしていきましょう。というのがですね、まあ、今回のこの、はい。今回のですね、まあ、満足の罠というところに対抗するですね、まあ、行動でありメッセージとなってきたわけでございます。はい、ということでですね、まあ、本日ね、満足の罠ということについてですね、まあ、書きながら、まあ、お話しさせていただきました。ね、皆さんにとってですね、まあ、このお話が、ね、プラスになってたら
まあ、嬉しく思う次第でございます。じゃあ以上でございます。はい、ね、24時間中の 14.4 分が皆さんのね、素敵な一日につながっていたら嬉しく思います。ね、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。では、今日は遊びに行く人はいるんかな？ようわからんけど、今日も元気にですね、皆さん、いってらっしゃい。